中京 TV スポーツ。みやぞんさん、はい、今日はあの約束を果たすためにやってまいりました。嬉しい。ちゃんと準備をしまして、うん、まあ、今回もう結構僕も携わってます。ちょっと今日嬉しいんですよ、渡せるからね。もう早速行きましょうよ。行きましょう、うん、大きなプレゼントなんでね。いるかな。慎重に。いらっしゃいますよ。あ、いる。こんにちは。こんにちは。おめでとうございます。おめでとうございます。あ、本物だーってマーベラス。よろしくお願いします。さあ、今山本が第3中継所に向かいます。区間記録更新はなるか。山本優真、谷本七星に助けリレー。区間記録と同じタイムで第3中継所。タイムが一緒なのびっくりしましたね。あの距離走ってぴったり同じタイムって奇跡に近いと思う。もう一回やってったっても絶対できない。なるほどね。史上初、史上最多の全日本大学女子駅伝6連覇達成。ちょっと泣いた。僕見てきた。見たの。見た。本当に見ましたよ。え、誰がアンカーだった。増渕さん。おお。監督、はい、そして皆さん、あの約束覚えてますか。覚えてます。あ、駅伝さんなんだ。6連覇したらなんかね、僕らとなんかやりたいことってありますか。うん、へー。6連覇したらまたみやぞんさん来てもらって、はい、大きいケーキを持ってきてくださいって。ああ、そうしましょう。おー、ケーキ食べたい。ケーキ大好きです。はい、20人分ホールで。おー、太っ腹。はい、できました。こんな感じですね。僕のホールケーキはどのぐらい力になったんですか。なったよっていう人。はい。なってない、なってない、これは嘘だ。ちょっと無理。いや、というわけでございまして、はい、ご用意しましたこちらのケーキでございます。お願いします。もうね、もう、こういうこと。え、時間これどうしよっかな。僕開ける。開けてもらおうか。選手に開けてもらったんでしょ、ね、そうだよ。じゃんの瞬間は、うん、キャプテンと副キャプテンに開けてもらおう。リアクションいいね、リアクションいいね。ちょっと苦手。本当よ。せーの、よっ。おーおーおー、すごい。これ細かいね。これすごいでしょ。はい、これはやばい。ゴール。それでタイムもここに。そしてあのゴールの時の6のポーズ、はい、ちょっと手がね少し折れてるみたい。え、もう会えないですよね。乗りましょう。ゴールはどうやって。いや、51の方がいいかもしれない。51の方がいい。お前さ、曲がるからさ、こうやって去年もそうだけど、曲がってるからちゃんと、もうこうやってこういう感じでいいからさ。ちゃんと、あ、そう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 。ゴールの時分かってるな。大丈夫だね。間違えんなよ。本数間違えんな。分かった。はいはいはい、はい。ちょっと7みたいなね。来年を予言してた。はい、来年ね。これは6をしようとしたんですけど、うん、ちょっときつくてちょっとこうなっちゃいました。でもちゃんと再現されて。せーの。
リアルに美味しい。美味しい。おお。7連覇したら何してくれますかって言って。7連覇したら、はい、どうしよう。じゃあ次は、うん、10万円のケーキをお願いしたいと思います。わかりました。じゃあ次優勝したら自腹で私10万円のケーキ用意しましょう。皆さん本当今回6連覇おめでとうございます。そして続いても7連覇頑張ってください。応援しています。というわけでどんな時でも明るくしく、せーの、やるぞやるぞやるぞ。コロナでこう出場したい大会がどんどんなくなってしまったと思うんですけれども、うん、そういう4年生のために先日海外に一緒に行ったんですよね。3人ともね、一度は日の丸をつけて世界で戦うチャンスをもらってたんですよ、うんうん、でも全部延期になったり中止になったりってことで、このまま卒業させたらなんかずっとその流れがねやっぱり変わらない気がして、うん、なんとかやっぱり一回海外に連れて行って海外のレースを経験してね、このやっぱり厳しい3年間4年間をねこう全て忘れてもらいたいっていう思いでこの間行ってきました。本当に生徒思いだと思いますよ私。金八先生以来ですもん。金八先生って言うのは多分知らないと思う。知らないの。人という字は知らない。知ってる。あ、よかった、セーフセーフセーフ。よかったよかった、伝わりました。もう一つ、学生時代に挑戦したいことがあるって聞いたんですけども。 5000m で学生新記録を出して卒業したいなって思ってます。彼女は今 3000m では学生記録持ってるので 5000m でも記録を作れば2種目。うわー、とんでもないじゃない。もう足速い人の顔ってこういう顔なんだ。いや、よく見とこう。今の自己ベストは15分16秒で、うん、学生新記録が15分13秒です。え、あと3秒3秒を縮めるという挑戦。なんかこう追い風だったらいけそうな気しますよね。そんな甘くないか。山本選手の走りの魅力ってのはどんなところにあるんですか、監督。まあ、やっぱり最後のラストスパートの切れ味もう抜群ですね。もう今本当に社会人も含めて、うん、今のラストスパートにかなう選手って多分あんまりいないと思います、うん。いけそうですか、自分自身としては今。自分も正直ここまで走れると思ってなかったので、この今シーズン、うんうん、もう最後の最後で先生もいい機会を与えてくれたので、そのチャンスを逃さないようにしっかり狙っていきたいと思います。来年から実業団に行くことが決まっていますけども、まあ、将来どんなランナーになりたいんですか。欲を言えば学生時代になれなかった日本代表になって、うんうん、しっかり陸上人生を終えたいなって思ってます。オリンピックはどうですか、目指しますか。もちろんそうですよね。いや、私は連れて行ってほしいですね、うん、うわー、そんなこと言われたな、ね、名城の卒業生としてオリンピック代表になれたらいいなと思います。慣れそうですよね。いや、チャンスはあると思いますよ。また遊びたいって言わなければ。